吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。それではまずインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介します。日の光に照らされ黄金色に輝く麦畑のお写真を投稿いただきました。この季節、風になびく麦畑が綺麗で目に留まりますね。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずウィークリートピックスのコーナーです。親子で様々な体験活動が行われました。5月21日、四つ木で魚のゆりかご水田親舟の放流イベントが開催されました。これは地域の人たちに農地や自然環境に親しみを持ってもらおうと、七夕の里四つ木が10年以上前から毎年この時期に開いているものです。この日は地元の小学生や園児、その保護者など合わせておよそ30人が参加しました。水田にはサギなどに捕まり食べられてしまわないように柵で囲い、ブルーシートが覆われ、その中に船を放流します。今回は親舟のオスとメス合わせておよそ20匹が用意され、子どもたちは1匹ずつ水田に放流していきました。そしてこの日の夜には柵とブルーシートが外され、すぐに船が産卵し、1ヶ月後には孵化した小舟が1センチメートルほどに成長するとのことです。またこの日は地域の畑で四つ木農業組合によるさつまいもの苗植え体験が行われました。子どもたちは苗の植え方について説明とアドバイスを受けながら、一本ずつ丁寧に植えていきました。今回植えられたさつまいもはおよそ1000個の収穫が見込まれており、10月に収穫体験イベントが開催されるとのことです。姿勢ウォッチのコーナーです。佐川急便株式会社と配送等に関する協定書が締結されました。4月28日、市と佐川急便株式会社京都支店との間で、災害時における支援物資の受け入れ及び配送等に関する協定書の締結式が行われました。この協定は、米原市内に地震などの大規模災害が発生した際、市の要請に基づき、佐川急便株式会社が支援物資の受け入れや配送などを行い、市の受け入れ体制や物資運搬体制の強化を図るために締結されたものです。締結式には平尾市長と佐川急便株式会社京都支店の須田十一支店長が出席し、協定の締結が行われました。平尾市長はこの締結を機に、佐川急便さんが持っておられる機敏な活動に大きく期待していると挨拶しました。また須田支店長は、宅配便事業は社会でも重要なインフラといった位置づけとなり、我々の経験を生かした支援活動は社会的な責務と考えていますと話していました。なお配送計画や物資の受け入れ拠点などについては、今後協議を行い構築していくとのことです。
ヤンマーホールディングス株式会社と避難所の設置に関する協定書が締結されました。5月12日、市とヤンマーホールディングス株式会社との間で災害時における民間等協力緊急避難所の設置に関する協定書の締結式が行われました。この協定は米原市内に地震、風水雪害などの災害が発生した際、市の要請に基づき梅ヶ原にあるヤンマー中央研究所の施設内に避難所を開設するもので、米原地域での民間避難所は今回が初めてで、市内では4例目となります。締結式には平尾市長とヤンマーホールディングス株式会社の川立治取締役技術本部長が出席し、協定の締結が行われました。平尾市長はこれから6月の出水期を迎える上で、地元の企業の力をお借りできることは大変心強く思う。この協定をより実効性のあるものにして安心が得られるようにしたいと話しました。また川立取締役技術本部長は、今回このような機会をいただき嬉しく思う。災害への対応力を高める災害レジリエンスとして地域の発展に貢献していきたいと話していました。新たな方式による観光交流施設の運営がスタートした中、市長と運営権者が対談を行いました。市では令和4年4月からグリーンパーク3棟と近江母の里文化センターの観光レクリエーション施設において、 PFI 法に基づいたコンセッション方式による運営をスタートしています。コンセッション方式は指定管理の運営と比べて民間事業者による投資や自由度の高い運営が可能となる事業方式です。2つの施設運営を担うのはグリーンパーク3棟の指定管理を担ってきた奥伊吹観光株式会社が設立した特別目的会社奥伊吹 SPC 株式会社で、期間は10年です。この PFI 導入を記念して5月13日草野城太代表取締役と平尾市長は近江母の里文化センターで対談を行いました。どんな運営の仕方を描いておられるのか、あるいはビジョンとしてどういう活用の仕様があるのかということが、まだ始まったばかりですけれども、はい、その辺の最初の部分でも結構です。ぜひお話しいただければと思います。今回こう近江母の里についてもですね、地域の方、また遠方から来られるお客様のお声を聞きながらですね、一つ一つちょっと施設を直していく、また接客クオリティというものもですね、本当に外部の講師とも入れながら向上していきたいなというふうに考えています。市長の立場で申し上げると、このもともと公共施設であったということは、市民の税金が投入されて施設が始まっているという、前原市民が利用できる、あるいは活用できる、そういう場面なり、そういう設定もですね、ぜひ大事にしてほしいなと思います。今回は10年間という中長期的な期間で事業いただいておりますので、本当に市民の皆様の目線で気軽にこう立ち寄りいただける施設作りというものを進めていきたいなというふうに思っています。米原市にとって、そして米原市民にとって大変大切な施設資産をお預かりをしているという意識を持ってですね、できるだけ市民の方にお使いいただく、そして市民の方に一緒にお仕事をいただいて、地域の活性化を少しでもお手伝いができればなと思っております。対談では民間の力を生かして効率的な運営や質の高いサービスを提供できる新たな施設運営を行うことを確認しました。それではここで都市計画課からのお知らせです。皆さんこんにちは。
都市計画課田中です。5月1日から鮫海駅前駐車場、大峰岡駅前駐車場をより多くの方にご利用いただけますよう利用料金の改定を行いましたのでお知らせします。まず鮫海駅前駐車場の利用料金は30分から2時間まで200円、2時間から3時間まで400円だった料金を30分から3時間まで300円に、3時間から24時間600円だった料金を400円にそれぞれ変更しました。なお駐車時間が30分までの場合は無料です。次に大峰岡駅前駐車場の利用料金は入庫後24時間まで600円だった料金を400円に値下げしました。またそれぞれの駐車場では市内在住で通勤通学等に利用される方を対象とした1ヶ月単位で利用することができるフリー駐車券を発行しています。こちらの料金も月額5000円から4000円に値下げを行いました。なお発行枚数に限りがあります。ご希望の方は市公式ウェブサイトから申し込み書をダウンロードしていただき、ご提出いただくか都市計画課までお問い合わせください。続いてそれぞれの利用方法についてお伝えします。まず鮫海駅前駐車場についてです。こちらの駐車場は後払い式の駐車場です。左側の入り口ゲートで駐車券を発券し、入場後空いている駐車スペースに駐車してください。出庫される際は出口ゲートまで行き、駐車券を入れて利用時間に応じた料金を精算してください。次に大峰岡駅前駐車場についてです。こちらの駐車場は前払い式の駐車場です。そのまま入場し、空いている駐車スペースに駐車してください。駐車後、精算機にて4桁の車両番号、駐車日数を入力し精算してください。3日を超える場合は複数回に分けて精算を行ってください。精算が完了すると駐車証明書が発行されます。駐車証明書は車のダッシュボードに置き、外から見えるようにしてください。お帰りの際はそのまま出庫してください。もし駐車予定日数を超えてしまった場合は、お帰りの際に超えた分の料金を精算し出庫してください。外出される際はぜひ鮫海駅前駐車場、大峰岡駅前駐車場をご利用ください。続いてはワクチン接種ホットニュースのコーナーです。今週のホットニュースはこちらです。新型コロナワクチンの4回目接種が実施されることとなりました。新型コロナワクチン接種は3回目までは12歳以上のすべての人が対象でしたが、今回の4回目接種は新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として実施されることとなりました。4回目接種の対象となるのは60歳以上の人、18歳から59歳までの人のうち基礎疾患があるなど感染した際に重症化リスクが高いとされる人です。60歳以上の人には6月10日金曜日以降順次接種券を発送します。なお18歳から59歳までの人のうち基礎疾患等がある人は接種券発行申請が必要です。申請方法は次の3つです。6月以降にいずれかの方法で行ってください。接種方法は3回目接種までと同様、個別接種と集団接種です。個別接種は7月以降に、集団接種は7月中旬から開始します。詳しくは広報米原6月号市公式ウェブサイトをご覧ください。特集のコーナーです。市で開設している子育て支援センターについてお届けします。それでは VTR をどうぞ。今週の特集は
キッズフィットネスインストラクター藤本智子先生による親子で楽しめる手遊びや触れ合い遊びの紹介です。ご家庭でぜひ楽しんでくださいね。後半は市内にある支援センターの紹介もあります。どうぞお楽しみに。じゃあ一緒にやってみよう。せーの、あったまかったひざぽん、ひざぽん、ひざぽん、あったまかったひざぽん、目耳鼻口。イエーイ。今度はお家の人とやってみよう。子ども役の水木先生を呼ぶよ。どうぞ。お家の人は親指イエーイ横に向けてね。お友達はその親指さんにぎゅーっとつかまるよ。お家の方は4本の指で手首をしっかりと支えてください。ジャンプはお膝を曲げることがとっても大切です。曲げて、せーの、ジャンプ。上手にできたね。お膝を曲げて、せーの、ジャーン。着地でもお膝を曲げると怪我の予防になります。それでは今度は一人で飛んでみるよ。手を離してね。お膝を曲げて上までジャンプ。もう一度いくよ。お膝を曲げたら手は下から上。それ。ジャンプができるようになるとケンケンやスキップだってできるようになるよ。そのままヘリコプターでぐるぐる、床にもぐるぐると転がってみよう。ゴロゴロ、うつ伏せでストップ。じゃあ手のひらを床にしっかりとつきますよ。お膝もついてお背中まっすぐ、ハイハイをしてみよう。ぐるぐるぐる、トンネルもくぐれるよ。それではジャンプとトンネルくぐりを使ってこんなお遊びをしてみるよ。親指さんしっかり持って、せーの、じゃん。トンネルくぐるよ。走って戻ってこよう。イエーイ。もう一度いくよ。曲げて、ジャンプ。トンネルくぐってね。ケンケンで戻ってくるよ。イエーイ。とっても上手にできました。子育て支援センターは未就園児とその家族を対象にした子育て支援施設です。いろいろなおもちゃで遊んだり、子育て仲間や保育者とおしゃべりしたり、親子で楽しく過ごせます。みんなといると楽しいねと感じていただける楽しいところです。ぜひ遊びに来てくださいね。そこで今週は子育て支援センターあゆっこと双葉っ子を紹介します。
なお、子育て支援センターは事前予約制ですので、お近くの子育て支援センターへ電話でご予約をお願いします。